CD-DVD リッパーとは CD および DVD からのリッピングを行うリッパーソフトウェアの総称。本校では主に CD および DVD のバックアップ作成を行うことに特化したリッパーソフトウェアについて取り扱う。なお、日本では2012年6月20日に DVD などに用いられる CSS などの暗号型技術を著作権法上の対象となる。 技術的保護手段に追加する DVD のリッピングの違法化を盛り込んだ著作権改正法案が可決されている。これに伴い CSS 等の保護技術を回避しての DVD のリッピングは私的複製の対象外となり違法行為となる。CSS を回避するプログラム装置を提供することについても規制され刑罰の対象となる。 DVD ビデオ市販されている DVD ビデオの大半はアクセスコントロールやコピーコントロールのような何らかの暗号化あるいは技術的なプロテクトが施されている。このため、これらのソフトウェアの一部は DVD ビデオのバックアップを行うことを目的として、これらプロテクトを何らかの手段で解除あるいは無効化する。この機能は 使用する国によっては法的な問題を含む場合がある。市販されている DVD ビデオは記録面が2層構造であるものが多いものの DVD ビデオのバックアップとして用いられる記録可能型 DVD メディアのうち2層書き込みに対応するものは一般に1層のそれと比較して価格が高い傾向にある。また、 一層構造 DVD の容量は二層構造よりも少ないため、二層メディアからリッピングされたデータは大抵の場合、そのままの状態では一層メディアに記録することができない。一層メディアへ記録する場合、何らかの方法でデータ量を削減する必要がある。ここで取り扱う DVD リッパーの一部には DVD ビデオに含まれる。 mpeg- にストリームデータのサイズを圧縮するためトランスコード圧縮を行うものがある。同様に DVD ビデオに含まれるマルチアングル、チャプター、多重音声切り替えなどからバックアップする上で必要不要なアングル、チャプター、音声を選択することでバックアップ後のデータサイズを削減する機能を備えるものもある。DVD 同士のバックアップを補助する目的で リッピングされたデータから各種書込み可能 DVD へのライティング機能を備えるものがある。ブルーレイディスクや HDDVD に対応するリッパーも存在し、アックスなどを解除することができる。ほとんどのソフトでは DVD のリッピング機能も一緒に備えている。DVD 専用の DVD リッパーと同じように扱える。CD リッパーは CCCD や セーフディスクなどのコピーガードを DVD と同じように解除しリッピングするソフトウェアである。ありがとうございます。